はい、こんにちは、滝島社長です。今日はですね、CX8 ですね。はい、かっこいいですね。正直ですね、何キロぐらい乗ったかな、30キロ、40キロぐらい、まあ、引き取り兼ねて乗ってきたんですけども、あ、こんなにいい車なんだっていうのはね、はい、思いました。今のマツダさんって、その昔のマツダさんのイメージでマツダさんを見ちゃいけないですね。このアテンザもね、すごく素晴らしいんですけど、またこの CX8 も素晴らしいですね。はい、もうこれはね、下手したらこれも日産なんかよりもマツダさんの方がね、いいかもしれないです。まあ、こう日産ね、僕日産のファンなんでね、日産ファンでなんかそんなこと言うのもあれですけども、まあでもいい車ですね。まあもちろんね、お値段も高いですけどね。というところでですね、チャンネル登録と高評価、それとツイッター、フェイスブック、ブログとフォローの方お願いします。さあ、これをね、いきたいと思いますね。こちらのお車は令和元年の8月登録です。 CX8 のクロス D のプロアクティブっていうね、4WD のお車になります。まあ惜しいのはね、サンルーフとか、あと革シートとか入ってないのが惜しいんですけども、でももうでもね、ご紹介してもそんなにあれなんですけど、ここね、やっぱこういうライトのデザインとかもね、やっぱこういうね、こうピカリングをつけてね、ちょっといかつく作ってるのがね、かっこいいですよね。正直ね、僕これあんまり好きじゃなかったんですよ。正直言うとなんかかっこ悪いじゃないですか。この辺がなんかかっこ悪いなと思ってて、このグリルのあたりがね。だけどやっぱり乗ったらね、やっぱ最高ですね。そうだから、ハリアーとかを考えるんであれば、これ傷ないでね、もう車ちょっと見ながらお話させてもらいますけども、もしハリアーとかを考えられるんだったらば、もう CX8 も候補に入れてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと僕後ろ見ながらあれなんですけど、ちょっともうね、狭いんですよ。もうこんな状態でね、もう狭い状態でも車がパンパンなんで、もう今日のうちにね、このお車はもうオークション会場持っていきます。まあ、多分今日はね、もう寝れないですね。よし、これからちょっとね、洗車して内装もちゃちゃっとやってね、まあ、1時間ぐらい洗車して、で出品表書いて、まあオークション会場行くんですけどね。あ、でもかっこいいですよ、これ本当に。あとハリアーとか考えるとしたら、これも一つ、見に行ってください。もしかしたらね、ハリアーよりこっちの方がいいってね、思ってしまうかもしれませんよ。はい、正直その僕も全然興味なかった僕がね、今この状況ですからね。でしかも僕ね、そんなに車言っていいのかな、あんまりそんなにね、車って興味ないんですよ、正直言うと。いやいや、もちろんありますよ、そりゃね、こういうのもかっこいいですね、イカリング状態でね、まあ、前と同じような感じでね。なんだけど、そんな言うほどね、じゃあ僕がレクサス欲しいとか、あれが欲しいとか、これが欲しいとかっていうのはまあないんです、僕正直言うと。まあちょっと見栄えが良くて、安くて、まあ、走行距離とっても修復歴あってもどうでもいいわっていうようなのが、僕の正直な気持ちです。でまだ1年経ってないお車なんでね、本当に綺麗です。だからこれちょっと、ね、水荒れするのも嫌だなと思ってね、ちょっと変にやると傷がついちゃうんで、黒なんでね、まあ、もう外装はちょっとどうしようかなってね、こういうのがちょっとね、やっぱりブレーキダストがちょっとついちゃってるんで、こんな感じでね、ちょっと黒いでしょ。だからこれちょっと綺麗にして持ってこうかなと思っております。車内ですね、これね、びっくりしたのがキャプテンシートなんですよ。これちょっと向こうを開けた方がいいかな、ちょっとごめんなさい、乗りますね。ちょっと暗いね、よいしょ。これを開けたら、たたたたた、もうおじさんだからね、キャプテンなんですよこれね。キャプテンって要は一つのシートですね。要はここが、ベンチシートじゃなくて、一人一人のシートですね、なんですよ。後ろ見るとき、え、嘘やんとか思って、こういうのでキャプテンするんだと思って、もしかして今のハリアとかもそうなのかもしれないでしょうけども、あまりね、僕、新しいお車でね、そんなに好きじゃないんです、正直言って。やっぱ古い車の方が好きなんで、まあ、もちろん、それは僕も
いい車乗りたいですよね、レクサスとかね、レクサスがブイブイってお姉ちゃんチャンネル乗っけてどっか行きたいですけどね、またそんなこと言うとね、プロらしからぬ、どのこうのとかね、話し方がうざいとかね言われますからね、うざかったら見なくていいんですけどね。距離5116キロです。だから僕50キロぐらい乗っちゃってるなこれね今日ね。あでもね本当乗ってて気持ちいい、ディーゼルなんだけど気持ちいいですね。はい、でディーゼル臭くない、これディーゼルだったよね確か、音がディーゼルだもんな。でこれが、追従ですね。でこれがセットですね、セットというか、まあ、距離のセット、まあ、要はここをセットを押してで距離をね、例えば50キロさ、50キロでね前後もちゃんとやるし、あのブレーキちゃんと勝手に踏んでくれますしね、最後の最後まで踏んでくれます。ほらびっくりしましたよね、おすげえなーとか思ってね。ただなんかその割にはなんかあのドライブレコーダーがちょっとせこいんですよね。なんでこれだけせこかったんだろうなとか思いながらね、もうちょっといいのつければよかったのにと思うんですけども、まあそこはご愛嬌。 ETC です。地デジですね。それとナビゲーション、それとアラウンドビューモニター、アラウンドビューモニターっていうのかな、全方位モニターっていうんですかね、はい、アラウンドビューモニターは日産ですかね。で運転席のシートです。かっこいいんだよねこれね。ほらなんかこの辺とかもさ、すごくかっこいいんですよ。高級車だもんな、本当に高級車ね、かっこいいよね。ここに、USB とかもねここにあったりとか、ちょっと暗くて見えないかもしれないです。 USB とかあったりとか、あとここのここはね革になってるんですけどね、なんかすごく触り心地のいい革ですね。はい、あまり僕ね多分視聴者様の中でね、よう褒めるなってね、今日どうしたんタケちゃんとかにね思われるかもしれないんですけども、本当になんかいいんだよな、これ本当買ってほしいな、買ってほしいんだけど、僕もずっと高額車持ってるの嫌なんで、はい、もうすぐにね、売りに行きたいと思いますけどね、まあ、売りにっていうかオークション会場にね、ここでここになんかあれですね、あれがシガーライターありましたね。はいね、綺麗でしょ、シートも綺麗だし、ええなぁ、僕こんなん乗りたいなぁ、乗りたいけど車屋さんがいいの乗ったってしゃあないもんね。でリアシートです。見えるかなリアシート、だからこれこれ何乗りになるんだろう、6輪乗りかな多分、ごめんなさい、ちょっとね、ほんと今さっき持ってきたバッグの車で、これ純正でね、このカーテンがねついてたりしてね、これしてたらね全く見えないみたいでね、はい、いいですよ。まあお尻がね、なんだこれ自動じゃないんですよね、バックドアがね、バックドアが自動でねモーターでやってくるやつだったら最高だったんだけどな、まああんまりね、ピピキャキャ言ってもしゃあないですけどね。あでもいい車だ、本当いい車、よいしょ、エンジョンです。もちろんまだ1年経ってないんでね、まあ、こんな状態でもピッカピカ、5000キロしか走ってないしね、5000キロだから月5000キロも走ってないよね、700キロぐらいしか走ってないんかな、もったいないですよね、せっかくいい車なのにね。そんなとこです。まあ今日はね褒めちぎりましたけどね、 CX8、あんまり好きじゃなかったんですけども、いい車でした。ただそのメーカー的なところから言ったら、ね、ちょっと高いかなっていう気はしますけどね。でもまあでもこんだけ装備ついてたらね、これ470万ってするんだよね新車でね、まあ、初級とか入れたら500万近いのかな、ちょっと僕わかんないけど、まあそんなとこです。ぜひね、こういったお車でね、
まあ、彼女さんとこ乗っけてどっかね、まあ、キャンプとか行くのもいいし、スノボ行くのもいいし、家族でね6人、まあ、最低6人乗れるんで、もしかしたら7人かもしれないですけど、まあ、どっかね旅行行ったりするのもいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、まあ、僕のところなくてもいいんで、お近くのねマツダのディーラーさん、もしくは中古車店でねこれ見て、もし気になってる方おられたらね、ぜひ見に行ってみてください。とともい車でした。僕は最高の車だと思います。評価10点満点中9点、あ、9点ちょっと多いかな、8点ぐらいかなという感じになります。そしたらね、竹島社長でした。チャンネル登録と高評価、それと Twitter、Facebook、ブログ等で、フォローの方お願いいたします。じゃあ今日もありがとうございました。また次回作まで、バイバイ。